知らせがございます。来る4月20日日本武道館において開催されますバーリトゥードチャンピオンシップにリングスジャパンの山本義久選手の出場が決定いたしました。またトーナメントの1回戦ではヒクソン・グレイシーと対戦することが決定しております。皆様の応援よろしくお願いいたします。対永井光也、注目のこの同門対決パート2です。柴田さんが、ね、はい、注目のカードでありました。そうですね、山本選手にですねナンバー2決定戦だねと言ったらですね、一生に伏されましてですね、はい、僕は1番狙ってますからきっぱり言われてしまいましたけどね。山本選手らしいですね。、はい、さあゴンが鳴りました。しかし気になるのは先ほども言いました成瀬選手が左の肋軟骨7番8番を練習で一昨日痛めてるんですよね、はい、痛めたというか折ってるんです。まあ、痛み止めを打って出ているんですが、まあ、痛み自体は大丈夫だろうと言っていました。永井選手が肋軟骨を折っています。前田選手がフライ選手にやられた時もあれだったですよね、肋軟骨痛めてたんですよ ね、 そうですよね。さあ上になった。この体勢で殴っていいのはグレイシー。まあ、最近は先ほども言いました、4月20日木曜日ですか、日本武道館の、ね、バーリトゥージャパン、チャンピオンシップに出るということもありまして、山本選手はですねもうそればっかり先週でやってるそうです。
拳をもしかしたら使ってしまうかもしれない、気をつけたいですと今日は言っていましたが、非常に勇気ある行動ですよね。まあだけどその拳もね、本当にあの付け役部でできるもんじゃないですからね。それに永井選手ね、話を戻しますけども、この永井選手そんなに甘くないですよ。永井選手が今までね、勝てなかったのはですね、やっぱり精神的メンタルの面が多いでしょう。でも同門となるとそうでもないですよ。アンクルを取りました。クッションを効かせていい体勢です。山本義久やっぱり一発一発はやっぱり永井強いですからね。そしてヒールか。山本選手もあのキックの重さだけで言ったらですね、前田選手よりも上じゃないかというふうに永井選手の蹴りのことを警戒してましたね。そうなんですよね、オランダでフライにね、ボカボカに行かれたんでね、それに対する鬱憤も今日溜まってると思いますね。それ後輩にやっぱりあれでしょう、先に後輩より先にコールされて登場するのはやっぱり辛いでしょうからね。なるほどね。後輩の山本がこの試合はランキング4位です。一方ノーランカーの永井光也、先ほども言いましたオランダでリックフライと2度目の対戦を行いましたが、1ラウンド2分で1ラウンド持ちませんでした。永井光也粉砕。数年後のリングスはですね、この2人が背負っていくんでしょうからね、やっぱりライバルストーリーの今日はあのスタート点としてですね、アツくさせる試合を見せてほしいですね。そうですね、無理はしません。永井光也エスケープです。まあお互いに試合を重ねていまして、永井がトータルしまして35試合、山本は28試合、これまでリングスで、まあ、実験リーグバトルショット全てをまとめまして、それだけの試合数をこなしています。あ、打ち直した。さあまた上になった。白のトランクス、コスチュームが非常に鮮やかな山本義久、褐色に日焼けした肌がよく映います。それから柴田さん、はい、山本はですね、この有明では相性がなんか縁起がいいんですよ ね、 そうですね。デビューした場所でもありますし、ドールマンをね、はい、破った場所でもあるんですね。一気にのし上がっていく時の第一歩だったですよね。そういった地で初めてのカード、まあ、田中さん、はい、この同門の2人がですね、はい、初めてのカード、これもなんか意外な気もしさえ、まあそうですよね、もっと先にやってよかったですよね。ここまで待ったというのもまた一つファンにとってはこの見応えがあるところでしょう。お互いにどういった試合を展開するんでしょうか。まだまだ始まったばかりです。前田選手は元気なうちにですね、この2人のどちらかがですね、破ってほしいですからね。そうですよ、はい。まあ、この試合は片方が山本がランカーなんですが、ランキング戦ではありません。まあ、しかしそんなことは永井には関係ありません。一つでも自分より上の人間を倒していくだけですと、常日頃言ってくれています。そして12月に成瀬と永井はですね、非常にいい試合を、これからのリングスを見せてくれたような、そんな試合をしてくれました。ああいう試合、まあそういうにはならないでしょうけども、そういう風になってほしいとは思うんですよねと。あれはもう本当にリングスの未来を予測するね、綺麗な試合でしたからね。ただ今度ヒクソンとやるんでしたらね、はい、ちょっと今日のあたり軽い実験をしてもいいでしょう、いろんなことでね。なるほど。スタンディング状態でアキレス、そして今入りました。今入ったのが山本義久。4月20日木曜日、日本武道館は注目です。バーリトゥードチャンピオンシップ1回戦、あのヒクソングレイシーと山本は対戦します。ヒールホールド、ちょっとねじれたような感じになっています。ヒールではないようですね。永井が攻めています。さあ取り返した。ヒールを取り返したのは山本。お互いに術の掛け合いといった展開です。まあ本当にお互いずっとこのリングスが始まってからの歴史一緒にいるわけですから、それこそ最近でこそスパーリングはしないものの、手の内は知り尽くしていると思われます。最近ではこの同門対決で、まあ師匠指定対決とも言われましたが、山本前田のこの2試合、それから成瀬永井の1試合、いい試合が続いています。さあ腕しぎ逆十字、十字に入ろうとしたんですがブレイクです。ちょっとポジション的に悪いところでした。
永井選手あんまりね口にはしませんけど山本選手の9タイトルね、悔しいに決まってますからね。そうですよね、はい、さあ昇天できました。昇天の応戦する。さあ膝を持っていった。痛めたのは左の六軟骨。長井道也、まあ、今まででしたらですね、こういう昇天でも良かったんですけどね、やっぱり変えなくちゃいけないですね。お互いに膝いる昇天。おっと一回距離を取った。そしてミドル。これを待っていたがタックルに入る。山本が上に行った。膝を入れています。田中さん、その辺はどういうことでしょう。いやだからね、こう左右で振ってるでしょ、はい、パンチを、はい、だけどもね、左右で振ったらね、同じようにほら今やり返されたでしょ。お互いに打ってる時に隙ができるからやり返されるんですよ、うん、はい、だからね、ああいうあたりはね、最初左だけでも相手を抑えていってね、はい、まあ、ボクシングでジャブみたいな形で、それでやった方がいいですよ ね、 なるほどね。そして右をね、フィニッシュ持っていくなりしなかったらですね、お互いにああいう形でパタパタってしたね、うん、殴り合いに終わっちゃうんでね、はい、先ほどと同じような感じになりますが、今度は体をひねりまして上になりました永井光也です。ただリングスの場合ですね、今日本のボクシング技術をね、そのまま取り入れるのはやっぱりマイナスだと思うんですよね。というのは やっぱりアメリカのスタイルがいいですね。ほうほう、やっぱりガードを固めてね、うん、しっかりやるっていうのはね、やっぱり問題があるでしょう。なるほど。さあ今度はやり返す永井光也。このクラッチを切ってしまえば永井の展開です。まあ、前々回でしたか、その前田選手のコメントをお伝えしたんですが、まあ、力自体は永井光也の方が俺はあると思うよと語っていました。ただ勢いというものが、試合は勝負だからねと、その辺を加味するとわからないというコメントを伝えたことがあったんですが、その言葉がまだこのリングでも生きていますか。まあね、僕の知り合いのファンがね、よく言うんですけどね、山本はですね、前田明の子であると、うん、そして永井はですね、ボルグハンの子であると。おなかなか意味深というか、言えてみようというか、どうなんでしょう。おっとこれは空振り、空振り。だからまあリングスを代表する2大スターのね、お互いに申し子のような戦いをしますからね。なるほどね、それは間違いありません。さあ取った、ハーフボストンか。逆肩タイミング。さあ落とせ、うっと腰が落ちなかった。いいハーフボストンの体勢に入ったんですが、こらえました。これはなんとか永井道也。柴田さん、今チャンスでしたね。そうですね、でも永井選手うまく切り抜けましたよね、ポジションもなかなかいいとこだったんですが、なんとか永井道也ここはしのいだ。そして逆にもうすでに足首を取ろうとしているのが永井です。ちょっと一つ呼吸を入れました山本義久。試合が始まったからもうすでに8分を経過しています。もう8分も経ってますから、なんかすごく早いですね。私も今時計見てびっくりしたんですが、それだけまあ緊迫していると言っていいと思いますね、はい、これ間違いなくいい試合になっています。遊びがありません。痛め技、これでもうだいぶ折ってしまうところまで行くという話も聞いたことがあります。あまり無理はできません。ご覧のように永井も後ろから取っています。無駄な動きが全然ないですね。そうなんですね。まあこの後ハントズーエフの試合、サブミッション対決がありますが、あれとはまた違ったその隙のなさ、お互いにリングスの若手のいい試合をここまで展開させています。永井はもうこの状態でしたら足を取り返すのは仕方ないですからね、弦のいいこの有明山本、一方永井にとってはちょっと辛い思い出があるかもしれません。おっとっとエスケープです。あと右の膝の外側の靭帯、聞きましたね今のは、ね、ちょっと早く話してくれというそういう感じの永井のジェスチャーがありました。バックブロー、ショーテのバックブロー、右のショーテ敗戦のような感じになってました。応戦する永井一夜、さあラッシュする、足を上げて、これはディフェンス、首をつかみにいった山本。さあ翔太だ、ラッシュする、パワーで負けない、長い道や膝を入れた。さあ回転が収まる、止まって肋骨に入ってしまった。ここで決まるか、どうだ、ちょっと痛めてるところ、注射を打ってるものの、おそらく痛み止めか痛み止めの注射をしてるんですが、長い道は一番痛い、入りたくないところ、左の6番、7番、いや、7番、8番を練習で折ってしまいました、六軟骨。今も結構簡単に受け止められちゃったですね、まあ、痛みは消えてると言っても、そこにまともに来たらちょっと痛いものがありましょう。
腕を絡めてアームロックに体勢、これはがっちりと長井光は自分の両手をがっちりとつないでいます。長井にとりましてはここでゴルドーに敗れました。フライにも敗れています。山本が勝ったドールマンにもここで敗れました。そういった意味では、まあ、その一つ一つが長井自身を大きくはしているんですが、いい思い出ではないかもしれません。2人は2歳違い、26歳長井光也、24歳山本義久。勝負の世界、ここまではランキングこの4位が山本、物を言っています。さあ待っていたか、山本ボディを一発狙っていった。今度は顔面に切り替える、伊藤の顔面か、あるいはボディの方か。柴田さん、はい、ボディですね、これ、ね、来てますね。で山本選手の思うつぼですよね、あのキックね、フローに出してしまうとね。あ、それです。今途中でやりましたが、タックルに入りました。だけど長い、なんでかな、本当にいい才能してるんですけどね。スタンディングでアキレスを取ろうという自分の足を組み入れてきました長井道也。平十字、この辺は反転しています。長井道也、相手のタイミングは十分承知しているでしょう。12分経過しています。長井選手はですかね、蹴りだけは山本には絶対に負けないという自信があるから、こだわってしまうんですかね。あ、なるほど。あ、さあ絞るか、これで絞る、あまり長引かせたくない。長井道也絞る、頭の上にロープある、もがくもがくもがく山本、絞る長井、絞る。さあ山本なんとか逃げました。4月20日のことで頭がいっぱいの山本だけど、永井さんに勝って弾みをつけたい、これは間違いないんです。おっと、ちょっとバランスを崩した。ここは素早く間に入りました島田レフリー。一回分けて、さあファイトをかけました。まだお互いにヒートアップはしてますが、白い息は目立ちます。さあまた打撃のラッシュ、永井の得意の川木、ミドルは勝てない。ラインまでこらえました。ちょっと中途半端です。タックルに行きました山本義久。山本選手打たれ強いですね、2、3回のラッシュで全部耐えて立ち上がっていきますね。まあ反面よくもらってしまうとも言われますが、ただどうしてもね、やっぱりスタンスが広すぎるんですよね。おっと首に入ったか、に行っています。山本選手の場合スタンスをもうちょっと狭めた方がいいですね。いや、そうですか。やっぱり立ち技にしてもですね、ああいうふうにスタンスが広いからどうしてもパンチが手打ちになりますよね。あ、で例えばタックル入る時でもですね、もうちょっとやっぱりスタンスが狭めばいいな。ああちょっと痛そうですね。さあ柴田さん、はい、これ長井選手の方から見るとですね、やっぱり長引かせたくないですよね。そうですね、勝負はやっぱり打撃になるんでしょうかね、ということは。それともあまりボディに来ないグラウンドがいいのか。あ、お返しです。ボディに行った、そして頑張った、想定で勝負したいのか、膝だ。このうちの一発がカウンターで入れば十分な破壊力、飛び高に。いやでも山本選手やられながらチャンスがあると待ってるんですよね。入れかかった、ボディが入りました。山本は2つのダウン、タックルいった。もちろんね、今までの相手でしたらね、山本選手はこれで あまり言うことなかったんですよ、はい、だけども本当に今度はヒクソンとやるんでしたらですね、いろんなこと注意した方がいいですよね。試合は15分が経過しています。15分30秒経過です。足首をひねります。
立ち上がられてしまうとこれはもう効力をなくしてしまうんですが、山本もひねっていきました。ほどけています。クロスヒールホールドに乗っていきそうな長井の体勢ですが、ちょっと長井選手息が荒いですね。ですね、ここまで届いてきますね。長井さん16分です。ぜいぜいと言いますか、へいへいという荒い息。さあ後ろから足取りを決めた。長井が決めています。さあ今のキックはいきません。さあ25センチ届きました。エスケープ1個は稼いだものの、長井はもうファイナルラン次のダウンはありません。4つ目まで来ています。もう柴田さんボディにはもらいたくないですよ ね。さあ、その手でカウンターだ。ボディいった。足をかけて体をピタッと合わせてきます。長井ギリギリの勝負ですね。照準はやはり4月20日ヒクソンか。ポジションはグッドポジション、いい体勢です。追加点だ。これで4月も行くのか。いや、ほどけだ。ほどけています。いや、長いチャンスだ。長いチャンスだ。長い1点差チャンスだ。いや、ほどけだ。今度は山本チャンスだ。スイーパーからレグロックかどっちかですね。そうですね、レグロック。まあね、これ良かったですよね。もしね、山本選手がですね、ここで勝っていたらですね、もう長井の人生は終わってましたね。スリーパーの山本、そして足で相手の足を取りましたレッグロックの長井光也に軍配が上がりました。いや、苦しい戦いでした。まあ、この辺の田中さんが、ね、おっしゃいましたけれども、勝負のあやと言いますか、長井本当ギリギリの勝負ですね、これが。だけど長井選手勝ったんですけどね、そのままだったらダメですよね。そして山本選手もですね、今ぐらいの甘さがあったらですね、やっぱり今度は引くのは大変ですよね。お互い異例の握手、そして頭を下げました。お互い称え合います。柴田さん、いかがでした、はい、リングスジャパンに明日ありますね。ありますね。今日からあの長井と山本の新しいストーリー始まりますよ、これ、前田もうかうかできませんね。ただね、山本 のいつも、ね、パンチで打つでしょ、はい、打ったらそのパンチで打ち返して悪い姿が出たと思うんですよね。スリーパーだとスリーパーでそのまま頭をそっちに集中しましたからね、はい、課題はあるわけです。あ、マイクです。山本がマイクを使いました。聞きましょう。4月20日大丈夫だ、行くそうだよ。全体がしますので、よろしくお願いします。先ほども場内に対してはフルタリングアナウンサーから告げられました。自らの口で山本義久マイクを持ちまして、この会場に来ましたファンの皆さんにアピールしました。4月20日ヒクソンに挑戦すると。落ち着いてね、肋軟骨骨折してたんですよ、うん、それで、はい、だからもうそれは山本がもう知ってることなんで、もう、まあね、打たれるだろうなと思ってたんですけど、で最初はもう我慢できたんだけど、何発目かにもうちょうど降りたところにちょっともらっちゃったから、もうそれからもうきついのはなくて、もうちょっと当たっただけでももうちょっときつかったからダメだった。もう途中でもうなんていうのかな、もう立てるのにもうちょっとこれ怪我でもう勝ち目がないとか、もうきついからもう捨てようと思うのはもう、まあ、怪我して、まあ、やっぱりちょっとひどかったんで、もう前さんも最初、まあ、他の代打立てようかみたいな話あったんですけど、まあ自分もこの試合やりたかったし、それに、まあまあ、山本長井があるから見に行こうって思ってくれた人が会場に一人でも来ている限りは、まあ、最後まで捨てないでやろうと、もうその時にもう前さんに出るって言った時にも決めたんで、まあもう
途中で自分が寝て終わりになるっていうようなみっともない終わり方だけはしないようにと思ってリング上がったんですけど、はい、でやっぱり、うん、なんか怪我してるっていうのをあいつも知ってるんで、まあ、あいつにも悪いことしたなっていうのもあったんですけど、まあ、もう中盤からはもうあいつも狙ってきてくれたんで、まあ、逆にその方が僕も山本にとっても良かったし、はい、でも今日すごく反対にレッグロック決められて自分の課題っていうかね、うん、やっぱりこうもう首で、あ、これ勝ったなと思って油断してしまったっていう一つの感じですね。山本選手はバリトゥンの時はこのスタイルで、いや僕はもう裸足で、裸足でいきますか、ええ、あのシューズだとあの 足首とか取れられすんですよ、うん、だからもう裸足だと滑って、前僕がダグラスだった時にダグラスが裸足だったんですよ。そうですね、それはなんかグレイシーがやっぱ足首だとそういうの取るのが僕がうまいっていうことをしてて、だからやっぱり裸足だとそういう展開難しいんですよね、だから僕も帰って裸足で無根ルールでやります、うん、というかやっぱりファンから見るとやっぱリングスの代表、プロレスからの代表って見るわけでしょ、うん、で僕自身はやっぱりこれあくまで僕の挑戦で、僕個人の問題なんです。僕はやっぱりヒクソンは強いと思いますから、僕はやっぱりリンクスだけじゃなくてやっぱり外にも挑戦していこうかなと思っている自分の考えなんですよ。だから僕はヒクソンに個人的に挑戦するんですけど、やっぱりファンの皆様っていうのはやっぱり、ね、マスコミの方がもうグレイシー上げてしまって結構騒いだじゃないですか去年なんか。だからもうそういうのにストレス溜まってるんですよ本当に。それで安城さんがやられてなんですか、まあ、ドジャブリでやられたんですけど、それでもう火をつけたようにプロレスファンってストレス溜まっててグレイシーのアレルギーになってるんですよやっぱり誰かが、僕はねそういうのをヒクソンを倒さないとプロレス界でも格闘技界でもやっぱりこれから日本の格闘技で盛り上がっていかないんですよ。結局全部もうグレイシーに全部話題独占されてるじゃないですか。だからここで彼を破ってもっと自分たちのスタイルというかね、もっと活気づけるというか盛り上げていきたいですね。